はい、皆さんこんにちは、宮の森です。今日はですね、息子の誕生日もあり、外にちょっと出てきております。ダイソーがちょっとあるところに来てましてね、内容をちょっと見てきてまして、買ったのは結局ホワイトボードマーカー2本と、あ、なんだっけな、あ、封筒かって終わりました。ね、100円ショップ、まあ今100円ショップって言わないのか、ダイソーっていうのか。ダイソーいっぱいいろいろなんか物あるね。この間もダイソーでいろいろ物買ったんですけど、お玉でさ、お玉っていうか、あれか、なんていうのかな。まあ調理器具でさ、こう、すりおろしたりさ、なんかいろいろこうできるやつがあるんだよね、一個でね。あれ、いいよね、非常に。便利でいいと思う。ああいうの売ってたりとかさ、なんか昔はなかったものは結構置いてたりしますね、ダイソー。面白いね。ダイソーとかさ、例えばこういうホームセンターとかさ、まあスーパーもそうだけどさ、まあ、大きいところだと結構こうぐるぐる回っちゃいますよね。なんかいろいろこう商品置いてるからさ、見ちゃうんですよね。でしかもほらダイソーだとさ、まあ、昔は100円とかだって今300円とか500円とかってあるのね。例えば洗濯物を入れるさ、こうカゴみたいなやつもさ、ちょっとこうブニブニしてるやつさ、なんか怒っても壊れなそうなやつとか、そういうの売ってたりとか。ずいぶん変わりましたね、ダイソーもね。値段がいろいろ幅あると思うんですけど、なんか面白いですね。なんかそんな感じで今日はだから一日というかもうほぼ半日ですか、午前中はちょっと歩きながらやってました。あと園芸コーナーとかでね、みかんの木が置いてましたよみかんの木、さすがにみかんの木を買っていけないからなと思って、いいなと思って、みかんの木いいなと思って、そのプランターに入ってるんですよ、みかんの木がね。多分育つとやっぱ大きくなるんですかね。でも置けませんもんね、みかんの木ね。あったらみかんできて一応いいんだけども、まあそういうわけにもいかず見てましたよ。園芸コーナーとかホームセンターとかダイソーなんか、はしごで見てる感じでしたね。今日は土曜日ということもあって、いっぱい人来るのかなと思ったんだけど、まあ時間帯がいいのか、あんまり歩いてないんです。なんでかな、なんで人歩いていないんだろう。まあ、もちろん多分毎日この宮城県も感染者結構出てますから、まあそういうことも含めてはもう外に出ないようにしてるのかな。まあ見ないですね。こう活気がないって言ったら悪いけど、こう逃げがな感じではないなと。まあそれぞれの地域ね、いっぱいあると思うんで、それを見ながら皆さんぜひ外出をする際は、感染対策していただいてやっていただけるとありがたいと思います。皆さん感染対策しっかりやっていきましょう。よろしくお願いします。